うも、クライアント奏者の青です。そして今日はクライアント奏者の青野まりかです。はい、またコラボです。久しぶりのコラボということで、前回はゆかりさんのところでコラボしました。そうなんですよ、楽しかった。今日は普通にコラボということで、そう、普通にコラボです。楽しんでいきたいと思います。ゆかりさん、ドーン。いないから。編集大変そうです。ゆかりさん、ドーン。いや、ということで、あれなんか身長そんな高かったでしたっけ？私175センチなんです、実は。ま、マジで？そうなんです。信じられないの。そう、実はみんな分かってました。175センチなんです。え、178なんですよ。3センチ。比べるとほら。こうやって。俺別に今縮んでないですからね。こう私も別に伸びてないですからね、うん、普通にちょっとなんかここにあるのは何だ、普通に立ってるだけです。ここ、まあ、ちょっと移動できないんだけどということで、まあまあまあ意外と背が高い、ファンタジアで2番目に高い大野まりかでございますけれども、はい、あのまあアホみたいなこと喋ってない今日何するかっていうと、お互いのね楽器がメーカー違うんで、ヤマハとグランポンで、はい、ヤマハとクランポンね。なのでなんか楽器聴き比べてお互いの楽器の魅力を語っていけたらいいなと思ってます。こんな感じ、しのぎ、はい、でじゃん、じゃじゃん、ということでヴィンテージとヤマハのアーティストモデルです。はい、ということで、まあ、ちょっとお互いの魅力を語っていく前に、イエイ、まず吹いてみましょうか。了解です。はい、です。な感じね。こんな感じ。じゃあじゃあ俺の楽器吹いてみて。ちょっと私、私もともとクランポン使いなんですよ。らしいんですよ、この指が。懐かしい。もともと R13 使ってて、 R13 とプレステージ使ってました。それはあ、年季があるんで、この記念ちと。え、めっちゃ、え、でも指の感じ多分後で言うと思いますけど、うん、クランポン、え、なんか丸みがないです。なんか平らな感じ。平らな感じするよね。そうだよね、そうだね、うん、あとここがないから。ああ、それは今この楽器が特殊なだけ。後ろあるんですからね。そうなんですよ、山、ね、はいはい、あるんで。いや、全部あるわけじゃないけど。なんかヤマハの息の取り方とクランポンの息の取り方ってめちゃくちゃ違う。あ、本当に。聞いたりする。それでもね、アーティストモデルってのもあるかもしれない。なんか似てるのもある。あ、でも私確かにヤマハこれしか吹いたことないから。そうあれなんですけど、クランポンって結構息の可動域広い気がする。そう、可動域広くて自由度が高い。だからどこでも出せる。そうそうそう。でもヤマハってなんかある程度なんかなんでしょう、息の入れ方ぐらいはある程度ある気がするな。なるほどね。すごいなんか。なんかめっちゃいい意味で不安定。いい意味で。そうね。そういい意味で。ちょっと俺普段自分の楽器聴いてみたら、はい、ちょっと一回外してもらって。はい。山本ヴィンテージ初めて。ヴィンテージはもうね、廃盤で売ってないので。そうなんだ。まあポップス武器じゃなくてクラシック武器だけど、こんな感じだけど、同じようになんか。ちょっとなんか何を言ったんですか。わかるね。でもいいね。めっちゃいいですね。怖いこれ。これ押すと死の音出なくなっちゃうんですよ。全部塞いだし。すごい邪魔ですそれは。ちょっと怖いねこれ。触れちゃいそうで。邪魔ですとか言っちゃった。なるほどね。なんか確かになんかこうまとめられる感じがする。そうなんですよ。こっちはまとめなくちゃいけなくて、うんうんうん、こっちはまとまってくれるみたいな。そう、そんな感じする。だからそれがプラスなのか、うん、それとも人によってこう自由度ねえからつまんないっていう人も、確かに。でもアーティストモデルは別に自由度ないわけでもないから。そうです。アーティストモデルは多分ヤマハの中にめっちゃ自由度ある。高い高い。今吹いてて思った。自由度は高い。すごい吹きやすいんですよ。ただその息の最初の入り方が、そう、入り方がすごい入りやすいな。そう、入りやすいし、ここにまとめてねっていうガイドがある。そうある感じする。でこっちガイドないから、うん、やっぱ初心者とかヤマハから始めるのがいいかもしれないね。ヤマハで息の入れ方を覚えて、クランポン行くなりヤマハの上位モデル行くとか。これの以外のヤマハ知らないんですよ。あ、そうか。だから種類もあんま知らなくて。ああ、そうそうそう。
吹いたことないこれ。俺も R13 とこれしか吹いたことない。いや、まあ、それ吹いたちょっとだけね、チラッとちょこちょこって吹いたことない。え、チラッとも吹いたことないよ、あ、本当にこれしか吹いたことない。なんかね、あの、YCL のなんか中高生向けのモデルはね、やっぱこれのね、もっと強化版だった。なんかもっと、そうなんだ、そのまとめさせられてる感じがすごい、そうなんだ、教育的な楽器みたいな。ヤマハいいですよ、みんな。あ、クランポもいいです、ね、私の師匠の楽器なんで、藤井和夫先生。藤井和夫先生の何も。ダーフジカト先生。またそれで俺の原因を。ダーフ橋本先生。橋本先生も文科だよね。橋本先生も文科ですよね。橋本先生の文科で宇治先生の文科。橋本先生のレッスンと並行して。あ、そうですそうです。ああ珍しいパターンだね。うん、なるほどね。なるほどなるほど。橋本先生にはもちろん言ってって言ってあった。あれ？ちょっと一回それで問題になります。あ、でも和解しました、ね。和解した。ちゃんと和解しました。実はですね、あ、言っていいのかね、これ話ってね、別にいいよね。はい、大丈夫ですよ。これ、あの、文科っていうのはね、結構強固なつながりでして、思ってるより皆さんが。うん、あの、他の先生につくときは、ちゃんと今ついてる先生の許可が あるのがベストと言われてる世界なので。そうなんです。やっぱり、あの、それはね、あの別に嫌がらせとかじゃないんですよ。うん、やっぱちゃんと、その子はちゃんと成長していく上で、うん、ちゃんとしたプロセスを作ってあげなくちゃいけないから、うん、先生は。まあ、でも分かんないですからね、そうそう、最初だから私も分かんなかったし、まあ、だから分かんなくてやらかしてしまったら、もう素直に謝ることが一番です。そうだと思います。、はい、なので、まあ、先生がね、思い描いてるストーリーって、生徒のなんかこう上達するのを他の先生につくことによって、その先生がまた別のストーリーを考えちゃうから、あの、ね、あの藤井先生ついてるってことが分かった上で、うん、先生もレッスンしなくちゃいけない。そしたらお互いも、そう、お互いの、王のよろしくお願いしますみたいな。ってなるので、そうそう、そういう挨拶も必要だしっていうね。しかも先生たちが会ってバレましたから、私。藤井先生が私の名前が出てきて、なんでここ繋がったのみたいな、そっから話聞いて、藤井先生もちょっとこれもしかしたら言っちゃいけないのかもと思って途中でやめたらしいんですよ。なるほどね。2人の先生からその日連絡来て、これやったやったやっちゃった。まあそうなんですよ、いい楽器なんです。いい楽器、クランポンもいい楽器なんでね、皆さんぜひぜひ自分の楽器を大切にしていけばいいかなと。でも本当に、でもどっちが多いんでしょうね、コメント欄で教えてほしい。あ、ぜひコメント欄で書いていただければ、ね、ヤマハ使いか。そしてセルマーの方もいらっしゃいますから。あ、忘れてました。忘れてないんですけど、セルマーはセルマーで、セルマーの良さがある。バックンとかも違います、ね、バックンも違う。バックンはでも最近出てきたメーカーだから。ヤマハとクランポンはやっぱりそんなめっちゃすごい大差はないんですか？ない。なんかやっぱりクランポンを目標にしてたですよ。昔やっぱクランポンを目標にしてクライアント作り始めてる会社なんで、やっぱりやちょっとやっぱ似てる部分が多いんだけど、うん、他の楽器はやっぱり個性が出てる、ね。まあ、私はヤマハ大好きです。俺もクランポン大好きです。もう私浮気しないんで。ヤマハの店舗の皆さん、よろしくお願いします。ヤマハ愛してます。クランポン東洋町の皆様、よろしくお願いします。クランポンの皆様、よろしくお願いします。なんでだよ。ヤマハの魅力をどうぞ。はい、まずはじゃあこのヤマハのアーティストモデルについて語りたいと思います。はい、まずはこのフォルム、え、めっちゃ可愛いんです、ピンクゴールド。え、見て見て、通販かな。え、ここ、え、わかります、ほら、可愛いんですよ。あ、本当ピンクゴールド。そう、ちょこちょこピンクゴールド入ってて、フォルムが可愛い。あと音色がやっぱ好きです、ヤマハの。なんか私丸い音が好きで、明るい丸い音が好きなんですけど、なんかクランポンの時はどちらかといえばモーツァルト系の音っていうか、ベートーベンみたいな感じ、イメージ、はいはい、なんかイメージわかります。ドイツもののイメージが、なんかがちょっと強かったんですけど、ドラスなんだけど、ヤマハももちろん、そう、ヤマハももちろん、なんかそういう音ももちろんですけど、やっぱちょっと明るくて、なんかきらびやかで、なんかやっぱ音が出やすくて、やっぱ綺麗な音が。案件動画やってる。藤井先生、今案件じゃないですからね。藤井先生、弟子が宣伝してます。あの日ヤマハだからね。はい、そうなんですが、やっぱ魅力の音かなって思います。指はもう慣れですからね。指は慣れ、指のうちはメーカーに違うけど、山はこれ行った時変な感じしましたけど、うん、いつの間にか慣れてましたけど、これちょっと変な感じしました。逆にこれもセルマーの人もそうだし、うん、ピーター・イートンだって、ね、ユーベルだって全部違うので、うん、でもやっぱ水槽感かな、ちょっと楽に、なんかパッセージが結構楽に出やすい気がする。水槽感がすごい大好きです。以上、はい、ということで、うん、じゃあ私も熱く語ろうかな、ヴィンテージのこいつの魅力を。はい。なんか画面越しに見えますけれども、まあいいや。こいつですね、やっぱ R13 系統なんですけど、一番いいのはですね、素直というところですね。やっぱり吹いたものがいろいろやってんな俺ね、吹いたものが素直に出てくれる、素直に響いてくれるっていうのは、やっぱクランポンの楽器の全体的な特徴かなと思います。だから自分で音色を作らなくちゃいけないっていうのが大事なのかなと思いますけれどもね。はい、ただあのヤマハみたいにパッセージをはっきりさせるとかっていうことは得意ではないというか、
自分でパッセージをはっきりしないとはっきりした音が出ないっていうのもクランポンの特徴というか、まあ、ヴィンテージは特にそれを自由度を高めることに結構特化してる楽器だと私は思うので、まあ、私はそれが好きでこの楽器を、はい、吹いておりますけれども、ただ次何吹こうか悩んでます。ちょっとこの子ももうそろそろ傷んできてるので、まあ、どうしようか。もう20年選手で楽器吹く人なかなかいないからね、はい、山へようこそ、山へようこそ案件だったらやるけど、ほらね、何やってたのさっき。すぐに名前ない。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。私も身長ちっちゃくなるのかな。はい、ということで、まあそんな感じでクランポンの魅力かなと思います、はい、ということで、はい、身長戻ったね。戻りました。どういう理屈なのかわからないけど。足の長さが変わりました。はい。ここね、ここに何かあるけど、いや、はい、ということで今日はヤマハとクランポンの自分の楽器の魅力をただ好き勝手喋る、はい、そんな回でございました。はい、楽しんでいただけるグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。インスタグラム、サブチャンネル、公式 LINE、インスタグラムやってねえけどな。はい、公式いろいろやってないんだ。ほとんどやってない。Facebook とリンクさせるだけ。ああ、そうそうそう。はい、気軽にドルフォローいただけたら幸いです。じゃあまたコラボ動画とか、次回動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。